飯だ飯だ。今回いただくのは日清食品セブンプレミアムの蒙古タンメン中本辛うま味噌です。セブンイレブンでは結構長きにわたり定番として売られてるラーメンですよね。蒙古タンメン中本は辛東関係のお店なのです。東京は上板橋に本店があるんですよね。そう遠くない場所にある割に怖くてまだ一回もお店に行ったことはないんだけどね。見るからに辛そうで美味しそうですよね。ロングセラー商品なので何回か口にしたことがありますが、めちゃくちゃ辛いですよね。それを楽しみに食べるカップラーメンですから、普通の縦型カップラーメンよりも大きいサイズなのが嬉しいのです。ちょっといいお値段がしますが、高すぎるほどでもないですしね。蓋の上で温めるタイプのオイルも付属してるよ。結局温めるのにあらかじめ外しておかないといけないんですよね。そして熱湯はまさかの5分です。400ml もお湯を使いますからね。チキンラーメンと同じ量を使いますが待ちきれません。ラーメンで豆腐が入ってるのって相当珍しいですよね。この辺りも中本がいかにユニークなお店なのかってことがわかるよね。そしていつまでもお湯が入っていきますね。この時点ではパッケージ画像よりも色が薄い気がしますが、これからさらにオイルが入りますしね。お腹がぺったんこなので早く食べましょう。ということで完成したよ。唐辛子の旨味と味噌感強めのスープはまさに最高で、箸が止まらなくなる美味しさですが、粉っぽさがある平たい中太麺に抜群に絡んでいるので最高の完成度なのです。辛いは辛いのですが、以前よりもだいぶマイルドになっているので、お水なしでも食べきれるぐらいになっているのがちょっと物足りなさがありますね。しっかりと存在感がある豆腐やキャベツなどの具材がとにかく美味しく、旨味も出ているので、もはや鍋と言っても過言ではないですね。ということでごちそうさまだね。世界に飯がある限り僕たちは食べ続けるのです。よろしければチャンネル登録お願いします。ごちそうさまです。またね。